どうもこんにちは、山時ですです。はい、ということで今回なんですけども、天井の断熱をしていきたいと思います。やっとということで、今回からやっとですよ、やっとね、はい、天井の断熱に入っていきたいと思います。はい、はい、今までね、その、まあ、天井に取り付ける部分、取り付けないといけないやつが、まあ、あったんで、まあ、天井にね、穴を開けないとちょっと断熱までね、進めることができなかったんですけども、まあ、前回のね、動画で、見てもらった方は分かると思うんですけど、ソーラーパネルのね、配線までは引き込みが終わったんで、もうぼちぼち穴開けることはないかなということでですね、ついに断熱入っていこうと思います。はい、今回はね、どんな断熱していくかと言いますと、バスでも使ったし、エース君でも使ったパーフェクトバリアをね、使っていこうと思います。はい、なんつってもね、余りまくってる、間違いない。もうそれが一番、天井につけることも考慮しての購入ですから、安心してください、足りてますよ。山時計のパンティプライ、雨足が強くなってきたよ。そう、今日ね、めちゃめちゃ雨が強いんですよ。今ので、で、その雨で思い出したんですけど、断熱をね、まあ、していくことによって、この雨音の軽減とかにもね、まあ、つながっていくんじゃないかと。なので、もうそれやるだけでもね、このまあ断熱プラスこの防音っていうかな、この雨音の軽減とかもね、できるんじゃないかと、まあ、期待しております。はい、ということで、気づいた方もおられると思うんですけど、今日結構暗いんですよ。そう雨降っとってめっちゃ暗いんですけど、ここだけ見てすごい明るいでしょ。サンルーフのね、この恩恵を受け取るわけですよ。ここスポットライトみたいになっとる。やっぱり上から明かりが入ってくることによって、あのバスの中がすごくね、明るくなりました。これはね、本当に昼間にそのライトつけなくても良くなるんで、これは本当につけてよかったな。電気代わりで。そう違うよね。例えばさ、昼間でもさ、カーテン閉めたい時ってあるやん。例えば着替えしたい時とか、はい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 、そういう時ってカーテン閉めるでしょ。はい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 、確かに。そうするとやっぱ真っ暗になってしまって電気つけないとダメだけど、これだとそのままカーテン閉めても明るさは十分確保できると。どうする、上から覗いた。それは仕方がない。上から覗く人もまあまあ、だってここだけの、ここで着替えとったらさ、それは見られるよ、この真下で。いやいや、多分おらんから上から。はい、ということで、パーフェクトバリアどんだけ余ってるかちょっと見てみましょうか。はい、とりあえず、1ロール、1ロール、おいで、おお、でけえ、スノーマン。1、2、3ロール。どうするよこれで、こちら余りの3ロール。果たしてこれが今日どんだけなくなるのか。これだけじゃん、これだけ。今回このパーフェクトバリアをね、また使うんですけど、おさらいとしてね、パーフェクトバリアどんな性能だったかちょっと教えてもらっていいですか。覚えてる。覚えてます。あ、断熱効果があるのと、ペットボトルのキャップだったっけ。キャップだった。いや別にキャップではない、ペットボトルでできてる。ペットボトルの素材でできてるので、すごく安全、口につけても安全なぐらいのものになってるので、赤ちゃんがくるまれても大丈夫。一般的な断熱のやつよりもチクチクしない。燃やした時に有害物質が出ないのでいいですっていう。あともう一個、最大の車中泊で一番嬉しいポイント。あ、分かった。水を吸いにくい。そう、吸収しにくい。吸収しにくいから湿気を吸いにくい。またね、詳しい内容の方は以前のね、動画をちょっと見てください。はい、はい、じゃあこれをまあ、形ちょっと、なんかついてる。あるだ、ちょっとやめてよ、いたずら。なんで俺のせいな。だいたいいたずらあなたでしょ。おいおいおい、それは偏見や。いや、でも今回は俺じゃねえ。ということで、これを形にこう切って詰めていきます。でもすごい毛ぼこりというか、うん、これマスクはちょっと必須やね。
そこは本当にテープもスプレーもいらん。いらんぐらいやな。この辺はいらんかもしれん。そうやね。まあ落ちてこやんかったら全然大丈夫やと思う。うん。やることがあるっていうのはいいことですよね。本当に。うん。最近私もマジでやることなかったから。今日はやりがいに満ちてる。そうそう。あ、ちょうどぴったしやん。うん。よいしょ。意外に減るのは早いかもね、バッドバリア。うん。なんだかんだ結構使いそう。早いかもしれない。もうモコモコやね、うん。すごいすごい。雪みたい。こぼりしてる人みたい。いつも飲んできた。まだ見とんな。ベンちゃんが落とされた。そのまま。そのまま行ってった。ここってさ、エアコンの風が抜けるとこなんよね、うんうんうん。風がここから全部出てくるようになっとって、この空間自体が。うん、エアコンのダクトボックスみたいな感じになってるんかな、うん、だからここを綿で塞いでしまうとエアコンの風が全然出てこへんってなるよね。だからこの中はもう無理やな。まあ横から行きましょうか。はい、ワイコチから行くわ。あ、じゃあワイコチから行くわ。もう一個出そう。なんで自分はさっきこれでやろうって言ったじゃん。あ、そうか。いいよ別に。はい、いいよ、出せないの、出せないの。もうこれ、これ、これやめて。誰それ。前も多分このくらいあったやろ。聞きたいのは、これ以上あるのかって。ないないの。もう絶対ないじゃんか、全部。絶対ないやん。いやいや、また買い直したね。なくなったら買うだけや。やめろ。いや、すごい。ここなんか半分入ってるな、これな。すごい雨。ここからじゃあ入れる方がいいの。いや、そっちはね、多分大丈夫。配線ゾーンやからさ、うん、やりにくいな。あ、なんか追ってきた。ああ、おい、何しとんねん。もう気づかれた。はいや、はなちゃんのいたずら好きはあなたに言いたいな。違うよ、絶対そうちゃんじゃん。あー、いつもより作業が楽すぎて、なんか、やっとる感じがせえへん。ソーラーパネルの配線引き込んだところ、今日ね、結構大雨で確認したところ、特に雨漏れもしてないんですけど、念のために、コーキングで埋めときたいと思います。はい。はい、ということでですね、すいません、こっちやってもらったんですけど、ちょっと、一度剥がしてもらっていいですか。嫌です。そこを何とかお願いします。嫌です。あ、イヤイヤ期ですか。嫌です。2歳児と一緒ですか。嫌です。あ、2歳児と呼びますね。じゃあやるよ。あ、よ、寝てる最中に雨持っていたら嫌でしょ。やってください。はい、じゃあすいません。あ、心配性やから一応念のためにグロネットの外れ防止っていうのも意味を込めて。こっちか。うん、まあこれで安心でしょ。うん、おー、たっぷりつけたってもいいよ。つけた、たっぷり、うん、汗かいたのかな。なんかお風呂上がりみたいじゃない。どうしても眠たんやで。眠たいの。
小ぶりになった。よし、行くぞ。うぅ、ありゃ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 。おいしい？おいしいした。はい、はい、分かってるね。はい、あ、ちゃんと手あげて。おいしい。おいしい。これがおいしいんすよ。何だと思う？え、何だと思ってる？ポン酢？うん、ポン酢とごま油と、うん、豆板醤入れて、うん、置いとくだけ。のんちゃん、ごつチョコチー、チョコ呼んだ、チョコおいで、おいで。なんでそんな勢いよく。はい、おいで。できた？もうちょい。できた？もうちょいやつ。同じこと聞くな。おい、3秒前に同じこと聞いとる。OK。これリアは終わり。うやば。いやふぅ。どこに綿がないか分かるかな？あと、あそこだけやね。ここでしたー。リアルハートのとこだけ。はい、ということで、はい、終わりました。お疲れ様です。意外にも天井めちゃめちゃ使いましたね。結構ね、モリモリにね、今回入れました。はい、うん、はい、はい、だからちょうど丸々3ロールぐらい、うん、今回使って残り 1.8 ロールぐらい残ってる感じですね。はい、だから残り、まあ他断熱したいところに使って、まあちょうどいいんちゃうかなというふうに思います。うん、ただね、このバスのこの天井やってまだこんだけ余っとるっていうぐらいやから、普通の車でこの量買ったらめちゃめちゃ余る。だってさ、2セット買ったやろ。いや、1セットよ、これ。これで1セット、これで1セットなんて。もともとこれ住宅用のやつやから、うん、そのわざわざ小分けして販売するっていうのを想定してないから、まとめ買いの単位で買わんといかんのよ。大変ですよ、これを全部使い切るのは。シェアしないといけない。そうやね、もしなかなかいない人、 DIY とかでシェアできる人がおれば、まあ一緒に購入してっていうのもいいかもしれないですね。ということで、今回の作業はちょっと地味でしたけど、これで終わりにしたいと思います。はい、はい、ということで今回のね、動画は以上になります。はい、はい、そしたらまたバイバイバイバーイ。